はい、こんにちは。今回はウエスタンアームズのマグナブローバックからリターナー38カスタムリアルスチールバージョン、これをね、再度ご紹介したいと思います。こちらですね。で、こちらはですね、つい先日ですね、先日というか先般、先月ぐらいに、ご紹介させていただきました SCW 版の方の同じリターナー38カスタム。特にこれはね、フィニッシュに関して、箱でね、歌われているわけではないんで、このあたりをね、ちょうど比較ということで、まあ、実はこれ前回ご紹介した時はね、あのブルザイターゲットまだ使ってなかった頃なんで、で、この間こちらのね、ちょっと古い方をね、ご紹介した時にかなり、まあよく当たったんでね、じゃあ最新、うちにとってのね、最新のモデルはどうなんだろうということで、改めて打ち直してみた次第でございます。で、このあたりのね、装飾品はね、この間の MGC のコマンダーのね、ダミカモデルから借りてきました。箱なんですけれども、今回のものはこういうね、ですね。はい、そして前回ご紹介した、SCW 版はこういう箱とすいません、今回のが下ですね。で、前回が上になります。まあ、こんな感じです。ちょっとお値段なんか見比べてもらえると、まあ10年ぐらい開きはあると思うんですけれども、まあ、 良心的な値上げに収まっているのかなという感じですね。ちょっと失礼して、水をね、飲みながら喉がカラカラなんで。トリセツは今回のやつはですね、こういった、2016年版のね、はい、取扱説明書と、こういうものがついています。で、こちらの方は、2006年版のね、トリセツとこの紙がね、まあ、ついてきていますと。はい、どちらもね、まあ簡単に言うと専用パーツなんで、はい、気をつけてねというところですね。まあ、交換になりますというところですよね。外観とね、重さをまず最初に比べちゃいましょう。もうパッと触ってね、違うところがあるんですけれどもね。刻印がね、驚くほど、よく当たり前なんですけど似てるんですけれども、旧型の方がくっきりっていう感じですかね。少しね、ほら、ほんの少しですよね、こんな感じでね。はい、で、こちら側がね、よりはっきりするんですけれどもね、旧型の方がこっがくっきりって感じの刻印なんですよ。で、まあこちらもね、丁寧には打たれているんですけど、どちらがリアルかといえばね、それはなんかあんまりそんなにゴキッと濃くない方が好きな人多いのかななんて気はしますけれども、ね、私はね、正直あんまり気にしません。チャンバーの上のね、刻印もね、はい、もう見れば見るほどそっくり、当たり前なんですけど、まあ、同じ銃なんでね。はい、グリップがね、少し違いますね。はい、で、あとはもう本当にうり二つです。マガジンまでね、前回はね、このマガジンでいいんですかねなんて聞いちゃった記憶も私あるんですけど、やっぱ同じような感じのマガジンですね。本当はこれが入るんでしょうね。はい、まあ意味ないと思いますけど、ちょっとカート抜いて入れてみましょうか。あ、途中までは入りますね。もちろんね、ガスガンですから、ガスガンのためのね、向こう側のガスの受け口のところをノズルのあたり、ノズルっていうか受け口のあたりが当たるのかなって気も、ちょっとこんなのバカなことやめましょう。ただ今サイズ的にはね、同じ断面のサイズは一緒だったっていう感じですね。で、この辺のね、スライドのね、切り方、中のね、ポートの見え方もまあほぼ一緒ですね。はい、はい、正面から見てみるとこんな感じです。 6mmBB のインナーバレルとね、38のね、はい、バレルって非常によく合うっていうかね、整合性取れてますよね。で、この38のダミーカートをね、こんなところにはめてみてね、ふむふむね、ちゃんと口径合ってるねなんてね、こともね、マニアとしてはやりたくなるところです。この2つね、見分けるの難しいんですけれども、このね、
今日のリアル主役のリアルスチールの方はね、エッジのあたりが少しね、はい、剥げてるっていうところでね、それで見分けるという感じですね。外観的にはまあ古いのも新しいのもどちらもいいですね。これはいい銃だ。これでね、性能が良かったらたまらないですけれどもね、どうなんでしょうね。はい、こちらもこんな感じです。軽く重さなんかも比べてみましょう。これもほぼ一緒のはずですよね。まず今日の主役からですね。重いなぁ、 900g、 910もありますね。はい、旧型の方は906、 4g しか違うな。ぴったんこ同じって感じですね。こうなるとトリガープルなんかも楽しく比べてみたいですね。マガジンを抜きましょう。分かんなくならないようにね、こっちが古い方ね、はい、こっちが新しい方、多分分かんなくなるでしょうね、今日やってるうちにね。いいんです、どっちもうちのだからみたいな、うちにいるんだからもういいでしょうみたいなね。はい、よし、じゃあ旧型の方ね、ついこの間測ったばっかりですが、これ軽いっすよね、 0.4、 すんごいいい感じでしたね。 0.5、 このぐらいですね。じゃあ新型の方は、リアルスチールバージョンの方はどうでしょうか。0.89。 0.92 と。はい、リアルスチールバージョンの方がね、明らかにトリガーアップルがね、重いんですね。はい、旧型の方は、ほんと軽いです。やばいぐらい軽いです。はい、で、新型の方は、重くはないんですけれども、やっぱりちょっと抵抗あるなって感じですね。まあ、切ればね、いいんでしょうけれどもね、どちらもね。ちょっとこっちもっさりしてる感じが正直します。はい。まあ、空打ちした時のね、作動はね、こんな感じですね。はい。こっちはどうでしたっけ？もうね、この年になると昨日のね、食事も忘れがちみたいなね。わあ。こっちの方が元気いいですね、やっぱりね。はい。こうなるとね、初速なんかも比べてみたくなっちゃいますよね。ウエスタンアームズのね、マガジンはもうほぼ、ずっと変わってないんでね、ほぼですよ。はい、すんごい、まあ基本設計が良かったんでしょうね。あるいは変える気がないのか、どちらもね、球団トラブルはねないですね。はい、じゃあこのね、古い方っていうかね、 SCW 版の方をね、ちょっと打ってみましょう。一応ね、0.6 ぐらい出ましたね。これまあね、以前の動画のリンク貼らせていただきますので、ご興味のある方はそちらの方でしっかりとね、3、4発確認していただければと思います。で、新型が、もう一発ぐらいとか、一発目がね、はい、0.56 と。2発目も 0.56、 これ3点になってますけども、こちらのリアルスティールの方の2発目ですね。このぐらいですね。ということで、ちょっとね、SCW 版の方が、まあ、強いのかなっていう気がしますよね。で、今マガジンの温度が違うのかなとかっていうのも心配なんで、同じあたりを見てみましょう。こっちが 20.4 度、今日ね、比較的お部屋の中もあったかいんでね、こちらは 20.7 度と。まあ、マガジンの温度はほぼ変わらないということで、そうすると、SCW 版の方がほんの少しパワーがあるかなということになりました。はい、どちらにしてもね、0.5 いくつとか 0.6 ぐらいですから、十分ね、法定範囲内なんで安心して遊べるなっていう感じですね。じゃあスライドストップかけるついでにね、せっかくですからね、並んでるんで2発打たせてください、2丁でね。はい、こちらはね、スライドストップが、ね、かかりましたね、こうやるとね。はい、スライドストップをかけると、今日の主役リアルスティールバージョンの方はこんな感じになりますね。
ニョキッと出てくるね、コーンバレルで、このポートがね、プンプンプンとね、はい、可愛らしいですね。はい、ね、いつものねストレートのバレルのガバのねスライドがねホールドオープンした状態っていうのはすごくね、いい感じですけれども、これはこれでいいですね。はい、こんな感じになりました。あ、降ってて今たまたま右がこっちだったんですけど、やっぱガツンガツンこっちの方が来ますね。こっちの方が少し作動が比較的ですよ、この2丁を比較するとちょっともっさりした感じかなっていう感じは受けましたね。はい、こちらねスライドストップ先かかんなかったですよね。ちょっとこの辺なんか調子悪いのかなって感じがしますね。試写した時どうだったんだろうな。ノッチの削れは今のところノッチも大丈夫かな。ちょっとこっちはなんか怪しくなってきてるな。かけたくないな、あんまりな、ね、こんな感じですね。こっちはどうでしょうか、まだ大丈夫ですかね。はい、ではねこのねリアルスチールバージョン、今回打ったやつどんな試写結果だったのかと、さらに2丁比べちゃいましょう。まずですね、今回のやつ、はい、これかな、よしと、非常に期待を持ってね、練習の時はもう絶好調だったんですけれどもね、さてどうなりましたでしょうか。こんな感じでいきましょう。はい、まず5メートルね両手で打ちましたと。はい、かみさんがまたいいとこ連れてきましたね。私はねこれホップしちゃったな、なんでだろうって感じですね。でせがれもいい感じで、はい、それでも皆さんね30点以上ということで、そこそこということですね。 7.5 メートルでね、奥さんねこう全部入れてきましたよ。36ですよ、見てください。私も頑張って、せがれもねそんな悪くないんですけど、やっぱちょっとねホップを読み誤ってますね。練習の時と変わってきちゃったなって感じですね。5メートル右の片手に行っちゃって、ここ2発ですからね、この中に集めちゃいましたね、神さんね。はい、こんな感じです。私たちだって悪くないんですけどね、ここまでね真ん中辺に集められるとかないませんね。で5メートルの左片手に関してはやっぱり私がね、左の片手は得意なんですよね。はい、見えますんでね、左目でサイティングしますから。はい、そして 7.5 メートルの右片手、みんな頑張ったんですけどね、良すぎますねこれね。はい、ということで今回ね総合的なスコア 5種目5発ずつではですね、かみさんがなんと174、はい、私159、118とね、かなりハイレベルな話になりました。はい、で5メートルの集団をいざ見てみると、なんかね、勝利におごったのか奥さんはなんか散って、私も集めてきましたけど、そこそこ散って、でせがれが非常にいい集団見せましたね。はい、ということでね、これをねこの間見せしたね、はい、9の方とね比べてみるとどうなんでしょうかということなんですけれども、9の方はねこうですね、やっぱり例えばね 5メートルのグルーピングがね、これ私の記録しか残ってないんですよね。ずいぶん前に打ったんで、その時はね一番スコアの良かった人間が打つっていうことになってたんですけど、ほらグルーピングこんな感じですよ。で打った結果もですね、やっぱりね、はい、かなりねこれ旧型の方ですよ、やっぱりそこそこ私当ててますけれども、例えばかみさんの例えばね、7.5 メートルなんて比べちゃうと、 7.5 メートル同士ではねこんな感じですね。はい、ですからねどっこいどっこいって言っちゃっちゃ乱暴なんですけれども、どっちもどっちなんですよね。ただ集団性に関してはちょっとリアルスチールバージョンの方がいいかなっていう気がします。はい、で元気の良さはこっちの方がね、旧型の方が元気がいいんですけれども、まあうちの我が家で打った限り、我が家がの3人でこの個体同士で打ち比べた限りでは、集団性自体はなんかこっちの方がね、リアルスチールバージョンの方がいいような気がしますけれども、はい、元気の良さと、それと当てた時のね
例えば5発打ってうおまとまったなっていうところに関してはね、この QSCW の方がね、こういうのが出ますからね、やっぱりね、というところですね。まあ、いずれにしてもどちらもね、まあ、よく当たるということで、まあ、楽しく遊ばせてもらいました。はい、こうやって見てるとね、どっちもどっちでいい感じなんですよね。はい、どっちで遊ぼうかなって悩んじゃいますよね。まあでもこういうのもね、時々ね、なるべく同じところにね、これからはシャッと近いところにしまうようにしてやってね、遊びがてらお手入れするときにはね、仲良く面倒見てやりたいなと思います。まあ、10年ぐらいの開きはある、銃なんですけれどもね、まあコンディションね、ウェスタンズさんのやつはね、やっぱり長く持ちますよね。そんなにね、なんかバンバンガス漏れしちゃったとか動かなくなっちゃったっていう、例えば某社さんのやつなんかちょっと寝かしとくとね、まあすぐねピストンカップがダメになっちゃったりっていうのがあって、正直修理待ちがね結構溜まっちゃってるんですけれども、その点ねウェストアームズのやつはね大体遊べますね。まあスライドが開いちゃったりするね、もうどうしようもないやつも中にはいますけれども、これはもうしょうがないんでね、経年劣化というやつで、はい、まあこのね、リターナー38スペシャルね、リアルスチールバージョンも SCW バージョンもね、これからもしばらく楽しませてくれるんじゃないかなというふうに思っております。ということで今回はウエスタンアームズの、リターナー38カスタムリアルスチールバージョンご紹介させていただきました。ではまた。